さあ、こっちはですね、金管楽器系ですね、吹奏楽とか、そういうのがいっぱい並んでます。きらびやかな感じで、並んでますね、とにかく楽器の量が半端ないですよ、本当に。去年はですね、この金管楽器のところでケニー G を見ました。今年はいないんでしょうかね。もうすごい音です。こちら打楽器系のやつがいっぱいありますね。さあ、そしてやっとアコースティックギターが置いてある E5 ですね、にやっとたどり着きました。ようやくです。じゃあ E5 入って行ってみましょう。さあ、ちょっとこっちはちょっと静かになりましたね。結構エレキギターとかもたくさん置いてあって、ね、機材なんかもいっぱい置いてあります。いわゆるクラシックギターとかね、ジャズ系のギターも置いてあったりしますね。さあ、曲がって、ここで曲がって、はい、あ、うん、さあ、ようやくたどり着きました。ここが、長ギターのブースですね。まあ、ここで演奏したりとかすると、まあ、人が集まってきて、いろんなギターを、紹介したりとかするという感じですね。決定してください。最近の新しいですね、ギターが、僕はこれ使ってたんですけれども、ついこの間からこれ使ってます。結構いいギターです。で、またですね、長ギターが新しいギターを作ったということなんですけども、こちらのギターはね、シルバーオークで作られているそうです。美しいですね。この辺も赤い色とかが入ってあってですね、美しいです。シルバーオークです。珍しいんじゃないですかね。さあ、それではですね、実はもう一つブースがというかホールがあるんで、そっちの方にちょっと遊びに行きましょう。もう一個あるんですよ。こっちケースとかいっぱいありますね。の方には、なんだろうな、ヤマハとかカシオとか結構大手のメーカーがでっかいブースを作って入ってます。結構エレキギターとかいっぱいピアノとかね。みんなこういうとこで演奏してたりします。ローランドのブースはでかいですね。これ面白いですよ、ローランドのデジタル2個っていうか、ミキサー付きの2個で繋がっている感じで、一体どんな音がするんでしょう。